あの日の交差点です。この番組は私真昼がホストを務め、皆さんとカルチャーとの出会い、つまりあの日の交差点に立ち戻り、その延長線上の今について話すというコンセプトの番組です。いつの日かこの番組が皆さんにとってあの日の交差点になったらいいなと思っております。ということで、今回はここ最近連続して配信してきた山さんゲスト回の最終回となります。前回に引き続き明日の足りない二人の、まあ、感想についてお話ししています。山さんから見た若林さんと山里さんの違いなんかもお話しいただいて、とても面白い回になったと思いますので、ぜひお聞きいただけたらなと思います。それでは後編をお聞きください。二十歳になって、まあ、大学2回生、一浪してるんですけど、大学2回生になっていて、でさっきの話に戻りますけど、はいはいはい、できなかったこととできるかもしれないことっていう2つがあったとしたら、この代償関係ってできるかもしれないことの方がずっと多かったわけですよ、できるようになるかもしれないこと、なんだけど、そこが少しずつ差が埋まってきてるなっていうのを感じてはきてるんですよね。それは、まあ、いい意味で現実をちゃんと見れてるっていう意味もあれば、逆に現実見すぎて挑戦してないっていう面もあるかもしれないんですけど、まあ、確実にその代償関係はっていうのが小さくなってきて、いつか逆転する瞬間が来るんじゃないかって思った瞬間があったんです。で、まさにそのタイミングでこのライブを見たんで、僕はそういうこと考えたのかなって思いましたね。で、同時期にテレビドラマの出会ってた大豆田とわこと三人の元夫っていうドラマがあったんですが、それも合わせてこのテーマで僕は見てましたね。まあそういう、ちょっと種類、ドラマ名前は知ってましたけど、そういう、なんかまあ、似通ったって言い方は正しいかわかんないけど、まあちょっとそれに近いものというか、少し影響を受けやすいドラマだったんだなっていうのを、ちょっと全然知らなかったんで、あ、そういうふうな見方ができるドラマもあるんだ。そうなんですよ。40歳ぐらいの、ある種の定年、諦めの念みたいな、あー、なるほどなるほど、みたいなのが結構感じられるドラマだったなと思ってて、あれですよね、あれだ、松坂子が出てるんですよね、で、その曲の、そのドラマの主題歌の、主題歌の歌詞にすごくこの、ね、諦めの念とっていうか、できなかったことと、あったかもしれない未来をどう乗り越えていくかみたいなところにすごく当てはまるような歌詞があって、5行ぐらいちょっと読み上げますね。心の中に残る後悔が深い眠りの中で蘇る、あ、間違えました、心の中に残る後悔が浅い眠りの中で蘇る、あの日のあなたはとても輝いて見えた、夢はもう覚めたっていう歌詞があるんですけど、なんか後悔が眠りの中でとても輝いて蘇ってくる、それが、まあ、できなかったこととか、まあ、あったかもしれない未来っていうのにまだなんかちょっと引っ張られてる感じ、ただ心はそっちにメインにある感じっていう、だけど最後に夢はもう覚めたっていうところで歌詞が終わるんですよね。だから、その、なんかね、一回はできなかったことみたいなのに多分苛まれるんだけど、それをどう夢はもう覚めたって言っていくかっていうドラマだったんだろうなって僕は思ってて、まだそこはうまく解釈できないんですけど。そうですね。ちょっと難しいですね、そこ。できないんですけど、でも、なんかすごく テーマをくれたドラマであり、歌詞であり、っていう、でここでテーマが育まれたんで、明日の足りない二人で涙するぐらいすごく感情移入できたっていうところがあったんですよね。彼らも多分たくさん後悔を
してきたりとか挫折してきて、多分自分が本当にやりたかったことも多分赤林さんたちはまあ今はもう諦めちゃってるかもしれないけど、まあ本当はねやりたいこともたくさんあったし、やろうと思ってたことはできると思って入った芸能界だけど、実際は意外と全然できないしうまくいかないし、でもなんか自分が理想ばっか追い求めてても下はたくさん出てくるし、確かになーっていう、地に足もつけなきゃいけないから、はい、でも今もすごくオードリーってめちゃくちゃね盛り上がって見えてはいるけど、うん、でも今は今で、ね、MC っていうある種の目標で、うん、しかも代表作になるようなあちこちオードリーみたいな番組もしっかり続けてきている、でこれからも多分続けていくだろうなっていうのが見つかった今だけど、はたから見たら順風満帆かも、順風満帆っていうかすごくいい状態にいるように見えるかもしれないけど、一方でそういうものを持ったけど、まだ上がいるというか、なんかね、ある種の上がりみたいなところまで来てるけど、見た目的に上がってるけどステータス的に上がってないというか、ゴールデンの一番いいところにまだ出てきていないっていうのは本人たちもちょっと気にしてるところあるのかなとか勝手に思ったりとか、確かにそれは出せる、あると思いますね、出せる最大のところがまで結構来てる感じはするけど、まだ重鎮がいるなっていう、ところを感じてたりするのかもなとか思ったり、かといってねあんまり上を見すぎても下がいますからね、結構分かりやすいぐらい下が盛り上がってるんで、もちろんあそこから主者選択されて出てくるんだと思いますけど、多分それでもまあまあ霜降りとかはまあちょっとまあこれからも生きられるタイプの芸人だよなとは少なからず思ってしまうんで、他はちょっと分かんないですけど、まあ少なくとも、そういう人たちは本物が混ざってきてはいるんでね、ここがどうなることかだし、ね、10年前はオードリーが MC やると思ってなかった、もう本人たちもそうだし、多分その芸能関係者、まあテレビ見てる人たちもそう思ってても実際こうなってるわけで、10年後にオードリーがじゃあ同じ立場でいられるかって言われたら、なんとも言えない。ただ、山ちゃんが、まあちょっと話があれですけど、山ちゃんが一時期こうちょっと足りない二人をもう解散というかライブもやる前にもうちょっと無理かもしれないみたいな、足りない二人チームはみんな、ああなってしまう、なんか若林派だみたいな、 MC 若林の番組ばっか持ち上がってみたいな話をしてて、でなんかその時にその時の話ちょっと答えが最終的にまた見つかったなってところがあったのが、結局なんだろう、山ちゃんって MC の番組がないんですよ、多分おそらく。まあメイン MC の番組ゴールデンでっていうのは意外とまあサブ MC のほとんど多かったりとか、まあ朝のそういう情報番組とかのやつ、昼か、わかんないけどなんか土曜日やったりするのとかはあると思うんですけど、まあメインの山里亮太のなんとかみたいなのってないと思うんですよ、実際。でまああちこちオードリーってやっぱオードリーはあるし、まあ動物ピースだとオードリーが基本メインだし、若林さんは若林さんで激レアさんみたいな番組、自分の一人で MC をやって回す番組、はい、サブではなくて、はい、自分が主の MC をやる人、ね、っていうのになって、正直だからなんだろう、まあ山ちゃんは山ちゃんでやって若林さんも若林さんやってるけど、そこは結構大きな違いだし、山ちゃんが多分嫉妬というかすごい意識してるところ、自分はやっぱあちこちオードリーみたいな、なんか自分が名前になる冠番組を持ってないなっていう、多分それの嫉妬心ってすごいと思うんですよ、山ちゃんは。多分特にそんなの絶対一番気にする。でもなんでそれこそ人間力を持ってるから、若林さんって人間力のマシンガンじゃないですか、結局。そうするとやっぱ人間力を持ってる人がやっぱ MC をやるんですよ、やるんだと思うんですよ、やっぱどの、まあ多分今こう若林さん上の人たちでやってる人たちにまさしく、人間力が、お笑いの技術もそうだけど、まあプラスアルファの人間力っていうのがあるから、今でもこう第一線で MC の番組がやれるわけで、MC って正直
積極的に笑いを取りに行くポジションではないじゃないですか。あの、うん、まあ、どちらかというとコントロールする人、うん、あの、周りダメだったところをうまくフォローしたりとか、うん、コントロールする人じゃないですか。うん、まあ、ゴールを決めるというか、アシストする人。うん、だけど、あの、まあ、山ちゃんは多分、ゴールを、アシストするのももちろんすごい上手だったりするし、話聞くのもすごい上手なんですけど、やっぱ本当の山ちゃんの実力を出すのって、やっぱプレイヤーの時だと思うんですよ。誰かに例えばいじられてるとか、まあ、若林さんと一緒にいる時とかもそうだけど、やっぱプレイヤー、プレイヤーとして超一流なんですよ、山ちゃんって。でも、やっぱ画が強いというか、やっぱ自分のワードで最後終わるかとかを結構多分気にしたりとか、それこそテロップを数えたりするのとかって、まさしく自分が、あの、ゴールを決めたかどうかじゃないですか。究極言っちゃうと。若林さんは、なんだろう、テロップにならなくても、結果的に、あの、他の人がゴールしてれば、まあ、同じじゃないか、みたいな考え方を持ってるって、なんかどっかの番組、なんかの番組に言ってて、それを聞いたときに、多分そこの感覚がずれ、違いが、多分 MC を持ってる若林さんと持ってない山ちゃんの違い。だけど、山ちゃんは MC をやってる若林さんを憧れてるけど、若林さんは多分本当、その、それはあちこち踊りの淳さんの回とかを見てて思ったのは、やっぱプレイヤーでやりたかった。淳さんと一緒で。本当はプレイヤーでやりたかった。すっごい。自分が自由にボケて、自由に突っ込んでっていうのをやりたかった。まあ、淳さんもそうだって言ってましたけど、本当はそれをやりたかったので、結局 MC という役割にやらざるを得なかった。で、春日さんもそういう役、自由にやらせる役割にするために自分がちょっと抑えて、パスを回す係にならなきゃいけないっていう。そういうしがらみがあったっていう。はい。でも山ちゃんは結局、なんかうまい具合にバランスじゃないですか。確かに自分の冠の番組というか、山里亮太の何々っていう番組はないけど、プレイヤーもやることもできるし、ね、MC としてもサブ MC でも回せるし、普通の MC でも回せるし、回せるし。で、一番なんか芸人が憧れるワードセンスで受ける。一番いい武器というか、一番憧れる武器。だったりするのを持って戦ってる。で、自分にはそのセンスはないから、MC として戦わなきゃいけなかった。多分、おのおの、二人でも喋ってますけど、同じようなことを。はい。すごい嫉妬しながらやってるから。でだから、山ちゃんの願いは多分、もう若林さん分かってるんですよ、多分。あの、自分が山ちゃんのようになれないことは。で、諦めたんですよ。でも、山ちゃんは諦めないじゃないですか。俺だってまだまだ MC の番組やりたいんだよって言うけど、実際の、個人の能力として山ちゃんの適性は絶対プレイヤーで、やっぱりパスを回す側よりも自分がゴールを決めたい人だから、山ちゃんは正直今のプレイスタイルというか、そのお笑いのスタイルをなんかこう結構大きく変えない以上は、山里亮太の例えば冠番組みたいなのはまあ持てないんじゃないかなっていうふうに思ってる。なるほどですね。いや、なんかすごく、すごく見られてますね。うん、なんか、いや、山ちゃんの番組全然、見てるわけではないんですけど。でも、おっしゃってることはすごく腑に落ちました。うん、はい、うん。すごいなんか、おののタイプで、なんか、ほんと僕サッカー好きなんで、ちょっとすごいなんかこう、いい例えかどうかっていうのはもう全然わかんないんですけど、はい、まあ、サッカーの世界で有名な話なのが、メッシと、クリスティアーノ・ロナウドっていう、まあ、サッカーの有名な二人の選手で、まあ、そういう結果を出している二人の選手がいるんですよ。まあ、この二人って10年ぐらいもう活躍してるんですね、サッカー選手として。はい、世界一はどっちなんだみたいな会話をするぐらい、まあ、サッカーの世界では。サッカーの世界に限らずいろんなところでそういう選手っているけど、はい、結構現役、特にまあ現役のプレイヤーの人って、全盛期ってまあ1年2年、サッカー選手とかって、ほとんどの選手って1年2年だったりするし、お笑いの世界も多分そうだと思うんですよ。最初に出たての頃が一番、フォーカスされて、出たてっていうのはまあなんかテレビに出始めたとか、ブレイクした時がやっぱ全盛期で一番人気があってっていうのだと思うんだけど、ただサッカー選手もみんな同じようなものだったりするけど、だんだんやっぱ研究されてって、ちょっと個性が出しにくくなったりとか、いいチームと会えなくて結局うまく合わなかったりとか、怪我でダメだったりとか、いろんなことで挫折してって、どんどん脱落していく、人が多い中で、この二人はずーっと常に超世界の一番のプレーをし続ける。で、おのおの二人ともタイプが違うんですよ。選手として。で、性格も全然違くて。
どちらかというと野心家、クリスティアーノ・ロナウドが野心家で、もうゴリゴリサッカー選手に限らず、もうなんだろう、何のスポーツをやらしても多分世界トップクラスのプレーができる。ぐらい体が大きくて、もうなんか強くて、もう、っていう人で、メッシはどちらかというと背が小さくて、はいはいはい、で、なんかう、ね、サッカーの技術はあるけど、他のスポーツではちょっと正直、戦うのは難しい、フィジカル的な問題とか。でもサッカーに関してはもう極めて、世界一だし、で、周りを使うこともできる。うんうん、で人間性としても謙虚で、でもちょっとおとなしくて引っ込みじゃん、内気、うんうんうん、なところとか見てると、なんかちょっと2人と重なる部分があるのかな。山ちゃんはなんだろう、天才肌で、うんうん、でもずっと天才だけど常に努力し続けて、トップクラスになってる、うんうん、で若林さんはなんだろう、まあ若林さんも若林さんツッコミもボケもできるっていうある種才能を持ってるし、けど、うんうん、周りも使うこともできる、うんうんうん、で点を確実に決めてくれる、うん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 、周りを使いながらうまい具合に結果も出してくれるっていうところが、まあ、僕がサッカー好きだからそう見えるんだと思うんですけど、うんうん、なんかこの2人ってすげえ、で10年ぐらいで音を各々の刺激し合って、うん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 、特に多分そこが一番すごいんですけど、まあ、ライバルってみんなそうだと思うんですけど、でもお笑いの世界でたくさん人がいる中でライバルって誰ってなるじゃないですか。その、はい。うん、いろんな人がいるけど、その時期によってライバルって違うと思うんだけど、まあ、ダウンタウンぐらいになるとトンネルズとかってよく言うけど、その頃はボスが少なかったから、テレビに出てるお笑い芸人自体が。そうですね。で、同時代で人気になったタイミングがトンネルズとダウンタウンだったからライバルって言われただけであって、今なんてもうたくさんライバルなんて言おうと思えばいくらでも言える人がいるけど、多分、この中でも唯一一緒にチームをで、プレイというか一緒に足りない二人というチームでプレイをしたこともあって、なおかつ、違うタイプだけどライバル視してる、お互い。で、ないものねだりをしてるっていう感じ。だけど、お互いリスペクトして、お互いに自分の武器を磨き続けてる。で、すっごい意識して刺激し合ってて、なおかつ10年ぐらいそれをずっと続けてる。っていうのが、なんかすっごいこの二人と全然世界も違うし、いやでもおっしゃってることはすごくわかりました。違うけど、でもなんかどこかちょっと似通った部分があるなと思って、うんうんうん、いやまさにそう思いました、うんうん、だからなんかすごいそれをで、おのおのなんか若い頃のそのメッシとロナウドを見ててもやっぱおのおのとんがってるんで、やっぱ若い時は、うんうんうん、俺が一番だって言ってるんですよ二人と思った、まあ、メッシはあんまり言ってなかったけど、ロナウドは結構それをガニだ前面に出して言ってたんですけど、だんだん二人ともやっぱ年を取ってって丸くなってって仲良くなって、うん、まあ仲良くなってて、もともとそんな喧嘩をしてるわけじゃないけど、メディアが思ってるよりは全然お互いすごいリスペクトして戦ってるし、すごい影響を受けて頑張ってる。メッシがいなければ僕はこんなになれなかったって各々本人が言ってるから、うん、そういう関係性って本当漫画の世界でしか僕見たことなかったんで、そんなものは、うんうん、ライバルなんて、そのましてやそのお互いがなんかこう磨き合ってみたいなライバルになって、確かにこうやって、ね、現実世界なんていないじゃないですか、うん、そんな人。現実でこうやってね、分かって、分かりやすくライバルだって見える関係性っていうのはね、いないと思うんですよね、うん、でも山ちゃんと若林さんは間違いなくこう仲間であり一番のライバルだと思うんですよ。ですっごい刺激受けてるし、うんうんうん、でタイプも違うから、うん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 、まさに、うん、なんかその二人を見てた時、今パッと思ったのが、うわ、なんか、まあ自分がそれを見てるから、なおさらその情報が出てくるけど、ああ、それだったなぁと思ってた。なるほどなぁと思って。いや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 、めちゃくちゃ腑に落ちました。うん。まあなんか自分がメッシを好きだ、すごいサッカー選手として一番好きなのがメッシだったんで、偶然そのメッシ、一番好きなスポーツ選手のメッシと、まあ一番好きなお笑い芸人の若林さんっていうところだったんで、まあ共通点があったのかなって、ね、そういうジャンルが違うところが重なり合う瞬間ってめっちゃ楽しいです、ね、そうなんですよね、うん、でなんか結構スポーツの世界と芸人の世界ってやっぱ似通ってるというか、ちょっと似てるところとかもあったりするんで、うん、今の時代的にこう若い選手がバーッと出てくるし、でもかといってベテランの選手はすっごいもうなんだろう、頂点ずっと居続けてる感じ、うん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 、まあ上も詰まってて下からもいるみたいな、
で、それで困ってる世代の選手もいたりするんで、それで結局脱落していっちゃう選手とかもたくさんいる、サッカー選手でもいるし、だからそうなるとお笑いの世界も似通ったもんだよなと思って、なんか面白いなと思いますね、そういうの見てると。そうですね。そろそろまとめに入ろうかなと思うんですけど、全然大丈夫です。すみません、長い長い。いや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 、たくさんお話ししていただいてありがとうございます。はい、この明日の足りない2人って、やっぱりお互いね、感じたところとかポイントとかで違うと思いますけど、やっぱり人生の話だったじゃないですか。だし、なんかその人生で、後悔したりとか、もっとこうできたのになみたいなところとも立ち向かっていく、でこれからどうなんかできないこともあるだろうなみたいなところと立ち向かっていくみたいな、そういうまあライブだったじゃないですか。その時に僕母親とよく喋るんですけど、母親にある質問をしたんですよね、っていうのは、こんな人生を送るはずじゃなかったなと思う瞬間があるって聞いたんですよ。で聞いてみたところ、そう思うことはなくなったって返事が返ってきたんですよね。でいろいろ話を聞いてみると、まああそこが分岐点やったなとか、まああしてればよかったなみたいなことで今は結構思い当たる節があるって言ってたんですけど、でもそれはいっぱいあるけど、だからといってそれは今を否定する理由にはならないって言って、でそれは母が自分なりの死生観みたいなのを持ってて、人生観みたいなのを持ってて、それは母はすごく輪廻転生をもとになんか生きてるんで、それを根拠に今の自分を肯定してるみたいだったんですよ。で、ああなるほどなと思って見てて、で、まあ僕もね、さっき言ったみたいに、これからあったかもしれないみたい未来とか、できなかっ、これからできなかったことっていうのが増えてく、この先、っていうのを立ち向かっていくには、こういう死生観とか人生観みたいなものっていうのも同時になんか育てていかなきゃいけないんだろうなっていうのも思ってて、なんか、それこそ今すぐにそんなものは出せないですけど、この「あの日の交差点」っていう番組を通してとか、いろんな方とか山さんとかとお話ししつつ、そういうものをね作っていければいいななんて僕は思ってますね。なんか、まあどなんだろう、まあ多分さっきの後悔の方が数が多くなる、それがまあなんだろう、後悔が少なくなるというか、自分が後悔してたことよりもがどんどん少なくなってて、自分がどんどん実現できるっていうのがまあ理想じゃないですか、正直。実現できる方の方が多くなったって。多分、まあ今現時点で僕もまあまだ全然年齢的には若いですけど、やっぱ後悔してることもやっぱ、まだまだ、まあ正直こう思い返してみれば、でも結局後悔は確かにするけど、でもその時はもうどっちにしろできなかったから、多分、例えば、俺が今、現時点で10年前に戻って、もしかしたら叶えられることがあるかもしれないけど、結局10年前の自分に戻ったとしても変えられないわけだから。いやー、ほんとそう思います。だからもう、いくら例えば今こうやって僕が結構行動的にいろんなことしてても、絶対後悔するんですよ。本当はもっとここ行けばよかったなとか、この人とこういうふうに交流してればよかったなって絶対たくさん思うはずなんで、まあもちろんそれを減らせればベストですけど、まあもうそれも、多分できない。難しいことだったりするんで、全部を叶えることはもう無理だし、絶対後悔はするんけど、でも後悔以上に、まあ、やったことに対して、自信を持って、とか、いい思い出になって、こう、なれれば、まあ、結果後悔もダメなこともあったけど、まあ、いいことも、もう正直だから 50-50 が一番理想かなと思って、どっちが増える、どっちが少ないとか、後悔が多いのも嫌だけど、でもできたことが多いってことにはまあちょっと難しいから、まあ 50-50 になるように頑張るしかないのかなっていう。そうだし、状況が変わらなくても、それの捉え方っていうのが変わっていくそうですね。っていうところにもっとフォーカスしていいんじゃないかなと僕は最近思ってますね。そうですね。確かにその考え方をね、マインドを変える。それだけで、状況が変わらなくても全然
全然違いますね。気持ちも変わりますし、満足感とか幸せが感じられたりしますしね。実際今僕もそんなところだったりするんでね。まさに僕もそういうことめちゃくちゃ考えてました。ちなみに、この山さんとのエピソードを配信した後にそういう話を配信しようかなと思ってます。ああ、はいはいはい。まあその話はすでに僕の真昼の深夜のノートでは全部投稿してあるんですが、それを音声にしたものを山さんの後に配信しようかなと思ってます。はい、その前の足りない2人もちょっと聞いてないんで、ぜひ聞かせていただきます。でもう時間がないんで、これ、はい、まあ、言うかめちゃくちゃ迷ったんですけど、はい、ちょっとその理想と現実っていうのに高校生の頃ふとその2つの関係性について思ったことがあって、うん、なんかどうしてもそこにギャップがあるよなってずっと思ってたんですよ。はいはいはい、でこれは答えではないですし、全てに当てはまるものでもないんですけど、うん、一つ思ったのが、僕の中の理想って頭で考えてるとき、第三者視点で自分を見てるんですよ。はい。なんか客観的に自分を見てるんですよね、その理想の自分を考えてるときって。でも、実際に実現するのって主観じゃないですか、実現したとき。だから、絶対になんかそこって一致しないんだなって思ってて。そうですね。で、そう、いざ人から言われたときに、こういうことまでできるようになったじゃんとか、っていうふうに言われたときに、あ、そうだったんだよって気づくことがたくさんあったんで、そこをのギャップって絶対にあるものなんだっていうのは、なんか自分の中で思いましたね、高校生ぐらいの時に。そうですね、なんか理想、まあそうね、高く持つとか、まあなんか正直理想を結構膨らんじゃったりした実があって、時期、それでちょっとなんだろう、理想と現実、まあ、特に新卒になってから最初の頃とかっていうのは、まあ、思ってる、はい、まあ、理想ってことでもないけど、まあ、目標にしてたものに比べたら全然、多分イメージしてたものとは全く全然違うし、全然できなかったし、正直とかっていう経験をしたんで、なんだろう、挑戦、新しいことに挑戦はしようとこれから思ってるけど、まあ、なんだろう、あんまり、自分ができないかな、できないかなというか、なんつったらいいんだろうな。まあ、ちょっと、おそらく、まあ、こんなもんだってことを、その2年間、仕事してて分かったんで、正直。現実の自分ってこんなもんだよなって。今までそれを多分、自分はどちらかというと主観的にもしちゃ多分、見ちゃってたんですね、おそらく。結構自分は思ってるできるやつっていうじゃないけど、主観的に見てて、結構自分の実力を過大評価してたところが多分絶対あったんで、だからまあ理想なんですけど、実際は。だから、で、それに対して慣れると思ってたんですね、現実で。で、それで、それは自分の、なんだろう、冷静な現実を見ているけど、でもまあ、仕事していくうちに慣れてくるし、大丈夫だろうと、理想に水で慣れるよってなってたんだけど、思ってるより理想が高かった、自分の中で。自分はそうも、そんなに高くしてるつもりはなかったんだけど、はいはい、思ってるより高くなってて、結局そこの客観的な部分が見れてなかったんで、僕の場合は。それで結局そこのギャップがうまくこういかなかったんですけど、今はなんか、まあ近い理想ですよね。もう、そんなにまあ、難しいことはどうせもうできないことをこの2年間で分かったわけだから。はい、だからまああんまり、理想はまあ持つ、正直だから理想は持たない方がいいかなと思いました、正直自分は最近。そういう感じに変わってこられたんです、ね。目標を持つことは大事だと思うんですけど、目標はあった方がいいけど、理想はいらないかなと思って。理想になれなかった時ショックだし、結構でも自分を守るためな部分もあるけど、理想はいらない、理想はできる限り、こうちょっと描かないようにして、目標を描く。それに対してどう自分が、こう反す、うまくこう、できないことをできるようにしながら、一歩ずつ進んでいくか。特に今面接とかやってると本当にそれを思うんで、もう毎回やってて、毎回凹んでたら多分キリがないし、できないと思うんで、もうそこは、そういうふうな考え方で今、それもまあ足りない二人の影響もあって、そういうふうになってきてるんで、客観的に見るっていう理想を客観的に見るっていうのはすごいなと思いましたね、正直自分は。すごいところだなと思って。でもなんかそういう客観的に見るってなると、ほんと他人が理想を描いているように感じちゃいますよね。なんか。ああ、はい、はい。自分で描いてるつもりなのに、
ああ、確かに。うん。うん、確かになーっていう感じはあるのかもしれないですね。うんうん。いや、そのね、理想と現実の話とか、その就職の話とか、うん、それこそ、ね、うん、お仕事で悩まれた話とか、もう含めて、またね、時間とって、いつかお話しした、ね、したいなって、うん、思っていますし、ぜひまたお話ししましょう。はい。ありがとうございます。はい。あとですね、この山さんとの話聞いて、もしかしたら山さんのお知り合いとか聞いてくださったりしたら、はい、全然すごい、すごい宣伝しようと思ってるんで。はい、まあ、あんまり話してみたいな、結構割と本当、こんなに新規た自分の話をする機会っていうのが、まあ、ほとんどないんで、いつももう基本ふざけて、喋ってる内容が多いんで、こんなにすごい芯食った FM みたいな話をしたことがなかったんで、ちょっとすごい恥ずかしいっていうのは、すごくあるんですけど、まあまあ、まあなんか、あんまりこう、なんだ、まあ自分語り多めですけど、みたいな、ちょっと低姿勢から入ってて、まあなんか聞いてくれたら嬉しいですぐらいの感じで。はい。はい。いや、僕がめちゃくちゃすごく楽しくお話聞かせていただいたんで。よかったです、ね。そう思ってもらえる方、絶対いると思います。だからすごい、そういうふうに言ってくれる方、反面、なんか僕を知ってる人間とかが、フォロワーに多いんで、そういう人間が全部、すっごい全部の自分の悩みを結構割とさらけ出しちゃったんで、この後にこれの感想で、それ多分忘れた頃に感想を言われると思うんで、その時が一番多分恥ずかしいというか、多分すっごい、やっべ、俺、なんで、なんで、こんなの、後悔はしないですけど、それこそ。後悔はしないけど、ああ、それ全部聞いてるかって思うのがあると思うんで、まあ、その時はもう、もうあそこで話したのは全てっていうふうにもう全部返すんで、それ以上はないっていう。はいはい。まあ、これを聞いてね、もしお話ししたいなと思ってくださった方がいらっしゃれば、ご連絡いただければなと思います。うん、はい、ね、じゃあ山さんゲスト来ていただいてありがとうございました、はい、ありがとうございました。また近いうちにお話ししましょう。はい、もし全然できたら、はい、コロナ明けてというか、まあ落ち着いてね、また名古屋とか行けるようになったら、ぜひもうお呼びしますので、うんうんうん、まあ、イベントでこっち来る場合だったらもう言ってくだされば、はい、ぜひ東京に行く場合は、はい、言ってくださればお会いしましょう。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。この番組を聞いての感想などは、ハッシュタグ、あの日の交差点をつけてつぶやいていただけるととっても嬉しいです。また、たくさんの方とお話ししたいなと考えていますので、少しでも興味があれば、真昼の深夜のツイッターアカウント、もしくは番組ツイッターアカウントにご連絡ください。どちらも概要欄に貼っておきます。それではまた次回お会いしましょう。真昼でした。